どうも皆さんこんにちは、のってんです。まか不思議。はい、今回ですね、じゃじゃーん、どんどん小さくなる巨大少々スライムを作ってみようと思います。シュワシュワシュワー。え、どんどん小さくなる、巨大なのに小さいってどういうことって思った子もいるかもしれないんだけど、今回はとってもシュワシュワのスライムで、触っていくうちにどんどん小さくなるっていうスライムの巨大バージョンを作ってみようと思います。で、結構ね、海外で流行ってるスライムなんだけど、この規模で作ってる人っていうのは私まだ見たことないんで、個人的にはめちゃめちゃ楽しみです。さあ、果たしてどんなシュワシュワスライムが出来上がるのか、早速作ってみましょう。はい、今回使う材料がこちらです。洗濯のり、放射を溶かしたお湯、シェービングフォーム、着色料、コーンスターチです。あと水もいります。ちょっとね、今回は巨大ってことでいっぱい準備したんだけど、普通のサイズを作るときは1個ずつで全然大丈夫です。よし、じゃあ早速作っていきましょう。まずは容器の中に洗濯のりとお水を入れていきます。よし。あ、てかなおかさん、私これ映ってる？映ってる？お、お、映ってる、映ってる、イエーイ、みんな見てる？映ってる私、イエーイ。よし、じゃあ入れていきます。あ、せっかくなんで私の顔めがけてやるかな。私の顔めがけて、あ、こう顔じゃないな、顔、こうか。うぅ、洗濯のりが顔にかかった。うぅ、もう全身洗濯のりまみれだ。あ、で、洗濯のりとお水の割合なんだけど、今回結構シェービングフォームたっぷり入れちゃうんで、しっかりしたスライムにしたいなと思うんで、洗濯のりが2、水が1ぐらいの感じにしていきます。水があんまり多いとヨロヨロになっちゃうからね。ヨロヨロ、よし、そしてお水を、じゃーん。あ、多いか、これでいいか、これでいいな。そしたらここにシェービングフォームを入れていきます。もうこれはね、これでもかというぐらい入れていくよ。これがシュワシュワのポイント。ちょ待って、ポイントで開けたかった。もうこれがシュワシュワのポイント。よし、決まったぜ。巻き戻し風。よし、いけ、のってん、シェービングフォーム。のってんって書いてよ。待て、これは両手でやった方が早い。おっ、いけ、ダブリングシェービングフォーム。あ、どっちの方が高く積み上げられるか選手権やろう。頑張れ右手、頑張れ左手、頑張れ頑張れ、はい、左手が崩れ、右手も崩れた。お、これはいい勝負だ。お互い崩れてる、お互い崩れて全然積み上げられない。おっと、全然ダメだ、道具には正クラブだ。どうなってしまうんだ。右手の勝ち、イエーイ。 2,3 本目。なんかこのシェービングフォームの説明にさ、立ててお使いくださいって書いてあるんだけど、立てて使うとなんかつくんだよね、缶に。これどうしたらいいんだろうね。これでいいのかな、こんな感じで合ってる。指が痛い、指痛い、シェービングフォームは指が痛い。伸ばそう。はい、ということでシェービングフォームが入りました。そしたらこれを混ぜていく。よし、ゴー、パッパッパッパー。すごい、ふわふわ、これは気持ちよさそう。こうやって顔面うずめたら一気に顔洗いそうだね。うわー、これはこれだな。このね、見えるかな、下の方にあるのが洗濯のと水の層で、その上にシェービングフォームが乗ってるって感じだね。これをなじませるように混ぜていきます。もう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 、これヘラ意味あるかな。ヘラ、ちょっとこれヘラ埋めとこ、ヘラ埋めとこ、手でやろう。よし、お、手の方が早い、手の方が早い。お、どうしよう、左手だけはどうにか守り抜いてきたけど、ここは左手も使った方が2倍早く混ぜれるんじゃないのか。そうだよな、でもこの手を汚してしまったらどうやって手洗い場までドアを開けていこう。ドアが全部泡泡になってしまう。くそ、迷うぜ。でも私は汚いものが大好きなので手を汚していく。うわー、さすが、2倍早く混ぜれるぜ。うおー、あった、ヘラ。
私ホイップクリームマン、年中無休で手がホイップまみれなの。ほら、そしてほら、ズボンもホイップクリームみたいにふわふわでしょ。そう、私はホイップクリームマン。はい、だいたい混ざりました。そしたらここに放射を溶かしたお湯を入れてスライムにしていきます。もう放射も私と同じ運命で、私と同じ運命にしとこう。放射もこうやってね、私と同じ運命に。よし、どうしよう、蓋、よし、イエーイ、トントントン。お、いいね、やっぱね、手でやると混ぜやすいね、めっちゃ早い。てってくれってくれ、プロ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 。こんなさ、こんな豪快に放射入れる人いる？じゃあスライムに放射突っ込む。こう、こんな作り方してる人いる？中でピューピューピューってやってまーす。ピューピューピュー。うん、どんぐらい入れたんだ私、放射どんぐらい入ったんだこれ。大丈夫かな。お、でも結構スライムっぽくはなってきてるね。よし、この調子で入れていこう。じゃじゃーん。うわー、放射、大丈夫？放射。はい、ということでだいぶいい感じのスライムになりました。いやー、おい、そしたら次はここにコーンスターチを入れていきます。あ、だから作り方としてはもうめちゃめちゃ柔らかいアイスバーグスライムって感じかな。おお、めっちゃ跳ねてる。これはゆっくり入れた方がいいな。ゆっくり優しくふわふわサラサラってやると跳ねない。よし、じゃあ混ぜます。地味にこれが楽しみだった。うわー、気持ちいい。うわ、すごい、マシュマロマシュマロ。ちょっと繊細に扱っていこう。ちょっと粉が跳ねつつあるんで、繊細にこのマロマロくんをふわふわ練り込んでいく。ふわ、なんかキュッ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 、なんか、あ、雪みたいな感じ。雪ふもと、いくぞ。うん、コーンスターチって揉むとさ、キュピッキュピッって言うんだね。コーンスターチは雪だった。はい、こんな感じでしっかり混ざりました。そうしたら着色料を使って好きな色にしていきます。こっちの方が青で、よし、一旦混ぜる。ほわほわ、上の方だけ色つけて下は白にしよう。なんか面白そうじゃない？シュワシュワってやった時にマーブルになりそう。これもうちょっといるかな。よし、これで上の方だけ混ぜる。よし、いいんじゃない。で、真ん中が赤。ちょっとこの合間、青との間に紫ができるような感じ。これできたらいいよね。さあ、理想通りになるか。頑張れ頑張れ。よし、いい感じな気がする。で、一番端が黄色。なんか美味しそう。目玉焼きみたい。混ぜる。イエーイ。で、ここもあわよくばオレンジっぽいのになったらいいな。はい、こんな感じになりました。いや、なかなかいい感じじゃない？めっちゃ綺麗。で、このまま数時間置いて完成って感じなんで、待っておこうと思います。さあ、果たしてどんな風になるのか。正直ね、こんなビッグサイズ作ったことないからちょっと心配なんだけど、どうかうまくいきますように。それでは数日後お願いします。じゃじゃーん。ということでこんな感じになりました。いや、めちゃめちゃ綺麗にできたね。もうね、マーブルもいい感じだし、表面もね、乾いて、今のところは大成功なんじゃないでしょうか。ということで、あと問題なのは音だね。理想としては、シャクシュワみたいな感じで、一瞬のサクッとした音と大量のシュワシュワ感。あとは、触れば触るほど小さくなっていくってとこだね。わー、緊張する。大丈夫かな？こんなに大きく作って失敗したらどうしよう。私、泣いちゃうかもしれない。顎ついた。ということで、こっから音フェチタイムに行きたいと思います。もうせっかくこんなに大きいから、ちょっとだけ指でシャクシャクシャクみたいなやって、その後はもう海外っぽく豪快にバシャバシャってやっちゃいたいと思います。うわー、いい感じ。
それでは、おトイレタイムスタート。はい、ということで、このスライムすごいね、超シュワシュワ。もうどこを触ってもずっとシュワシュワが消えない。おお、シュワ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 。で、ちょっと巨大すぎてね、一瞬で小さくなるって感じではなかったんだけど、なんだかんだ半分ぐらいにはなったのかな。かなり小さくなったと思う。最初のサクシュワっていうのも気持ちよかったし、巨大だから豪快に両手でムンズーみたいにいけたのも気持ちよかったです。ということで、今回のシュワシュワスライムは大成功でした。イエーイ。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。今回ね、久しぶりの巨大スライム作りだったんだけど、やっぱりスライムは楽しいね。めちゃめちゃシュワシュワで気持ちよかったです。またね、こんなスライム作ってほしいみたいなリクエストがあれば、ぜひコメント欄に書いてみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。